東京行きの電車はもう行ってしまいましたか？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 はい、電車はたった今出たところです。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 私も今駅に着いたばかりでわかりません。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 鈴木さんは今も日曜日は英語の勉強をしているの？鈴木さんは今も日曜日は英語の勉強をしているの？鈴木さんは今も日曜日は英語の勉強をしてるの？鈴木さんは今も日曜日は英語の勉強してるの？いや、最近は日本語を勉強しています。いや、最近は日本語を勉強しています。はい、そのおかげで今はかなり上達したんですよ。将来は何になりたいんですか？将来は医者になりたいと思っています。まだ何も考えてません。昨日、君の部屋の横を通ったら電気がついてたけど、毎晩遅くまで何やってるの？毎日夜中まで勉強しています。
知りたいんだね。興味ある？でも教えない。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 先週は忙しかったみたいだけど、今週はどう？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 今週はあまり忙しくないです。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 今は暇ですけど、さっきはとても忙しかったんですよ。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 あなたが日本に来たのは一昨年でしたっけ？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 いや、私が日本に来たのは去年の6月ですよ。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 いや、おととし日本に来たのはジョンですよ。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 あなたはひらがなとカタカナのどちらを先に覚えましたか？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 私はひらがなを先に覚えました。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 ひらがなはかなり覚えましたが、カタカナはまだ勉強してません。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 あなたの一番好きな日本食は何ですか？あなたの一番好きな日本食は何ですか？あなたの一番好きな日本食は何ですか？
あなたの一番好きな日本食は何ですか？やっぱりお寿司ですね。特に漁港の近くで食べるお寿司が好きです。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 日本料理と言えるかわかりませんが、カレーライスが大好きです。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 あなたのおじいさんも小学校の先生だったんですか？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 いえ、おじいさんは戦争で亡くなりました。いえ、おじいさんは戦争で亡くなりました。いいえ、おじいさんは戦争で亡くなりました。いえ、おじいさんは戦争で亡くなりました。はい、おじいさんは校長先生にまでなったと聞いています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 。この間の金曜日はどこへ行ってたの？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 ああ、妹の卒業式だったから家族みんなで出席していたよ。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 金曜日はコンビニで一日アルバイトをしてたよ。金曜日はコンビニで一日アルバイトをしていたよ。金曜日はコンビニで一日アルバイトをしていたよ。金曜日はコンビニで一日アルバイトをしていたよ。この間のテストをお母さんに見せたの？この間のテストをお母さんに見せたの？この間のテストお母さんに見せたの？この間のテストお母さんに見せたの？いや、実は見せてないんだよね。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 うん、見せたらとっても褒められたよ。うん、見せたらとっても褒められたよ。うん、
見せたら、とっても褒められたよ。うん、見せたらとっても褒められたよ。この部屋の鍵を管理人さんに借りてきて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 。このマンションは管理人さんがいないんだよね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 。わかった。急いで行ってくるよ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 。君の家はどうやって見つけたらいいかな？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 私の家の前に大きな木が立っているので、それでわかると思いますよ。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 山の一番上にある青い屋根の家が私の家だよ。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 先生のお宅はどちらですか？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 私はここから電車で1時間ほど北に行った町田市に住んでます。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 この学校のすぐ隣ですよ。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 玄関先に箱が置いてあったけど、あれ何だったの？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 ああ、あれは昨日妹がアマゾンで注文したおもちゃだよ。ああ、あれは昨日妹がアマゾンで注文したおもちゃだよ。ああ、あれは昨日妹が
Amazon で注文したおもちゃだよ。ああ、あれは昨日妹が Amazon で注文したおもちゃだよ。そんなのあったの？私は見なかったけど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 。これからいくつか新しいお家をお見せしたいのですが、何かご希望はありますか？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 私は畳の部屋があるアパートに住みたいです。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 家賃が8万円以下で駅から歩いて5分の家が希望です。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 このテレビはどこに置きますか？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 部屋の隅に置いてください。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 あそこにある本棚の横の小かごの上に置いてください。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 さっきまで何をしてたんですか？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 友達が来るので部屋を片付けてました。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 ああ、犬の散歩に行ってました。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 このパーティーで余った花束持って帰る？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 ありがとうございます。
でも家には小さな花瓶しかないので結構です。ありがとうございます。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 ちょうど持って帰っていいか聞こうと思ってたんです。ありがとうございます。ちょうど持って帰っていいか聞こうと思ってたんです。ありがとうございます。ちょうど持って帰っていいか聞こうと思ってたんです。ありがとうございます。ちょうど持って帰っていいか聞こうと思ってたんです。君の描いた絵がとても素晴らしいから、どこかに飾りたいと思うんだけど、どこがいいかな？君の描いた絵がとても素晴らしいから、どこかに飾りたいと思うんだけど、どこがいいかな？君の描いた絵がとても素晴らしいから、どこかに飾りたいと思うんだけど、どこがいいかな？君の描いた絵がとても素晴らしいから、どこかに飾りたいと思うんだけど、どこがいいかな？食堂のテレビの横はどう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 かな？廊下の壁にかけるのはどうですか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 ？このレストランは照明が少なくて暗すぎるよね。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 そうかな。僕はこのぐらいが好きだけど。そうかな。僕はこのくらいが好きだけど。そうかな。僕はこのくらいが好きだけど。そうかな。僕はこのぐらいが好きだけど。そうだよね。僕もそう思ってたんだ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 。明日は何時頃起きる予定？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 いつもと同じで7時には起きないと遅刻しちゃうよ。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 明日は日曜日でしょ？目が覚めるまでほっといて。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 
昨日から私の携帯が見つからないんだけど、どこかで見なかった？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 見てないよ。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 昨日、お風呂場の横の本棚に置いてある携帯見たよ。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 最近、石鹸を使って手を洗うのが怖いんだよね。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 そうなんだ、何かあったの？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 僕もそう、石鹸からウイルスに感染したら嫌だよね。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 なんでこんなにたくさんの違う色のタオルがかけてあるの？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 ああ、それは家族みんなで別々の色のタオルを使っているからだよ。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 それは我が家ではタオルの色で使う人が誰かわかるようにしているからだよ。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 最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人はぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。